はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズ浄化3プロフェッショナル、続きやっていきたいと思います。前回ですね、自宅 Wi-Fi で神様ね、手に入れたんですけど、まあ主人公普通になんか頭つかんで乗っかっちゃってますけどね、まあ、この神様をね入手したことにより、また作れるモンスターがいるので、まあ作っていきたいと思います。というのがですね、はい、神様とね竜王、これでね、まあ、竜の神様できるかなとか思ってたんですけど、まだ先があるようなのでね、とりあえずねこの2体配合します。まずそれでね神様作ります。はい、そして動画でね、まあ、最近出した動画ですね、これね時空の裂け目にも現れるんですけど、ドークですね、まあ、ドークの作り方はこの上の4体なんですけどね、スライダークロボ、スラリンガル、グレイブリガー、ムドウのね4体配合でできるドークなんですけど、まあ、作るとしたらこんな感じでね、時空の裂け目に出てきたらスカウトしたらいいと思います。この4体配合のドークと、まあ、それでできるドークとね、あと何かしら古文書のねモンスターがね、4体配合でめんどくさい時に必要になってきたりしてましたよね。ヘルクラウドもそうですし、フォロボスもダークドレム作る時必要だったり、何かしら絡んできているので、この戸神姫も絶対なんか絡むわけですよ。なんで、この戸神姫をね、この道具と配合します。まあね、順番はね、4体なのでどれもいいです。はい、これ配合します。はい、そうしますと、はい、来ました。神竜ができます。この4体配合でできます、神竜ね。なので、神竜といったら、ドラゴンクエスト3のね、まあ、スーファミ版ですね。スーファミ版の、まあ、隠しダンジョンの一番最後にいるボスですね。まあ、スカイドラゴンとかね、スノードラゴンと似てるんですけど、全然違いますからね。そしてね、またさらにね、ドラクエ3っていうのはいっぱいね、ハード出てまして、グランドラゴーンとかいうね、ヤマタノオロチの色違いとかいたんですけど、あれもね、自分ダークドラム作ったんで、まあ、ちょっとね、配合してないですけど、ダークドラムじゃなくてね、マデュラージャ使ってね、配合できるみたいなんで、またね、5日経ったらね、手に入るみたいなんで、それでね、また紹介していければいいと思います。なんでね、順番にやっていきますんでね、まあ、今後もね、まあ、パートは続くのでね。はい、ではね、この4体配合、ね、神様、竜王とね、あと、トガミ姫、ドーク。このね、4体配合で、神竜作ります。やはり神竜スキルありますよね。はい、できました、神竜。はい、まずはね、全振りできるので、神竜スキルですね。灼熱、輝く息、惑いの息、甘い息、焼けつく息、猛毒の息、おたけび、サンドブレス、アクアブレス、絶対レード。もうほとんどね、ブレスですね。なので、ブレス系ですね、完全に、神竜はね。まあ、他にね、変えてもいいかもしれませんけど、ステータス以下なんですよね。はい、ドラゴン系ですね、神竜。HP が1520あります。MP が390。攻撃力が970で、1000が最高なのでね、お高いですよね。あと、守備力と賢さも、もう1000に近いのでね。あと、素早さが720です。で、スキル侵入は先ほど紹介した通りですね。で、元々の特性が、メガボディ、2枠ですね。電撃系のコツ、非ブレイク、AI、1から3回行動がついてます。この1から3回行動ね、コスト低い割にはね、3回行動がね、連続で出たらすごい、得なので、まあ、結構自分ね、使えますね。あと、ギガボディで電撃ブレイク。超ギガボディでブレスのコツ。なのでね、電撃が結構あるので、サンダーブレスとかね。ああいうのがね、やっぱりいいんじゃないでしょうかね。ブレスのコツとかもあるのでね。あと、プラッシュでため来てボディ、ラッキー、神の息吹なんかもあるので、こう、神の息吹もね、まあ、ブレスのね、スキルなのでね。
やっぱそれもいいですよね。はい、配合は今紹介した通りです。神様はね、自宅 Wi-Fi で手にあります。竜王とね、まあ道具はね、まあ道具ですけど、道具はあのパートで紹介してますので、まあ、先ほどのね4体配合なんですけど、まあこれ時空の裂け目でも入りますし、詳しくね、まあ道具の説明、道具というスキルもあるので、まあそれも紹介してます。これ全体スキルありますね。あと、トガミ姫は、あの、古文書でね、魔王軍の残党の古文書で倒してね、手に入れて、まあ、入手できる感じです。まあ、竜王はね、後で紹介します。はい、天界を治める竜の神。神竜の試練に打ち勝てば、どんな願い事でも叶えてくれると言われる。この下の2行をね、なんかピンとくるんですけどね。はい、神竜です。これ多分ね、顔ちょっと違うと思うんですけどね。どうなんだろう、顔違いますよね。そうでもないのか。これね、前作っていうか、なんでしょうね。まあ、イルルカもそうなんですけど、これスカイドラゴンとスノードラゴンと神竜って、もう一個サラマンダーっていたんですけど、赤っぽいのね。で、この2体は同じなんですけど、この神竜に至ってはね、大きさ全然違ったんですよ。なんですけど、今回一緒なんですね。なんでね、バラモスゾンビもそうだったんですよ。ね、バラモスが朽ち果てたようなね、ギガボディのバラモスゾンビだったのに、まあ今回は普通にね、スカルゴンの色違いなので、まあそうですね、大体色違いですね。ですけど、色違いですけど、ランク C、ランク D、ランク SS ですからね、強さは全然違う話なので、まあこのゲームおかしなことに、このランク D なのに、守備力が1010とかね、賢さが1100ありますよね。で、こっちは低いんですけど、要はね、SS になるのでね。まあ、作るのがね、すごい難しいかなっていうランクっぽい気もするんですよね、自分的には。ただこの神竜というスキルはここまでいかないと取れないので、これがあるないでまた全然違ってくるのでね。一応ね、竜王なんですけど、はい、竜王と黒飛竜。これね、このちっちゃい竜王を作る、ね、配合の方法も魔王の使いとかグランシーザーでできるんですけど、これもね、パートを設けてやってますので、まあ、その後にできるその竜王と黒飛竜。黒飛竜は、まだね、今回作ってないんですけど、このね、赤飛竜、青飛竜、このね、作り方全部載ってますね。暁将軍スライムマデュラ、暁将軍スライムエンペラー、暁将軍ゴールデンスライム。これで、ね、3体で、木飛竜までで作って、その3体とブラックゴーレムなので、あとブラックゴーレムだけね、調べればいいかと思います。はい。これもまた難しいと思いますよ。オーリエンタシスとシバルスルートとかね。これもね、前確か竜を作った時に、ここまで遡ったので紹介してると思いますので、まあ本当にね、この通りなのでね。はい。合体情報ですけど、神の裁き使いますね。敵全体に光系と闇系の大義ダメージ特大を与える。ということでね、これも使ってみましょう。怪しい瞳使えるんですね。敵を眠らせることがある。これ本当に厄介ですね。本当に眠らされる確率がとんでもないので、確率というかほぼこれ 100% なんですかね。絶対食らうんですよね、これ。なのでね、またね、こうやっていろんな配合すると AI 5回とかね、まあ、とんでもない話になっていくので、合体ライドは本当にいいですよね。まあレベル上げてね、まあいろいろ試してみたらいいと思います。はい、そして忘れてはいけないペイントですね。カラーリング。紫は？あ、全体色変わりますね。角の色が変わるんだ、一番下はね。こんな感じです。赤だとこんな感じですね。これサラマンダーっていうね。まあ本当にこれの色違いいるんですけど、これ今回いないんですかね。サラマンダーいないですよね、そういえば。スカイドラゴン、スノードラゴン、サラマンダーときてね、神竜なんですけどね。元の色だとこれやっぱり、あ、全部緑になりますね、緑だと。角も何もかも緑です。眉毛だけですね、緑じゃないの。はい。あと、青がこんな感じです。スノードラゴンとはまた違いますよね、なんかね。はい。これがピンクですね。ピンク色なんですけどね、若干紫になる傾向ありますよね。あとは、まあ、青っていうかね。まあ、青じゃないですけど、ちょっと薄い青かな。あと黄色がこんな感じです。まあ、スカイドラゴンはもっと黄色いですからね。はい、神竜。
まあぐる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 してますけど、バネみたいですね。うお、もう顔が見える。このヘビみたいですよね、このなんか食いつき感が。はい、なのでね、ちょっと戦ってみようと思います。ため息てボディ、なんか食いつかれましたね。ガキン、お、いいね、ちょうどいいことやってくれましたね。まあね、普通に戦ったとしたらね、こんな感じです。灼熱とかね、サンドプレスとかね。グレーナルとペア組んでますけど、はい、行きました。まあ、2枠なんで4枠にするとね、やばい、どうなんでしょうかね。後ろ今神獣なのでね、これ解かないといけないので。はい、では行きます。ライド合体。ノチョリンが乗る。ライド合体します。神の裁きといきましょうか。火炎斬り、煉獄火炎、火炎斬り、これまだ続くんでしょうね。耐えられるモンスターいないんですよね、攻撃全部やる前に。リアクター反応あり。あ、なるほど、裂け目ですね。まあね、裂け目の中の方がいいかな。裂け目の中戦ってみましょうか。モンスターマスター。色によってね、自分ちょっと使ってる。あ、黄色だったら小さなメダルもらえるんでちょうどいいですね。ジュリアンテモテモテ、プレシアンなメンバー来ましたね。じゃあね、合体してるんでね、これちょうどいいですね。倒しちゃうかな、簡単に。神の裁き、火炎斬り、簡単か。こっちの方が逆に弱いかもしれないね。他国のマスターもね、こうやってね、簡単にいけるのでいいですよ。眠り効果とか、これもうこれ卑怯ですよね、これね。お、20枚もらいました。はい、ということでね、今回ここで終わりたいと思います。またね、神竜もいいと思いますね。またね、何かしら配合理論が分かったらやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。